から日曜日東京11レース第83回オークスの開講を森平さんにしていただきます。お願いします。はい、オークスは西原2400m の、G1 ですね、牝馬限定戦ですけども、はい、そうですね、まず、西の、ラブウィンクが鼻を切るっていうのはちょっと驚きましたね、この展開ね。で、西のラブウィンク、かなり飛ばして逃げましたけども、1000m 通過60秒6ですから、思ったよりもだいぶ速くなりました。正直ね、やっぱ全あのオークスについて全馬が初距離のレースってのはかなり貴重やっていう話とかをしましたけど、そういうレースになるとペースが落ち着いてしまうってことは、これは非常によくあるパターンなんですよ。それを考えると、あの西のラブウィンクのあの逃げっていうのは、ペースを、まあ、もちろん西のラブウィンクの後ろっていうのはちょっと空いてましたから、西のラブウィンクが作ったペースっていうのはまあそこそこの流れだったけど、その後ろっていうのはスローペースやったかと思いますけど、それでもやっぱり引っ張られますからね、ある程度はね、っていうのはあります。そうしなかったらこの2分23秒台っていう時計は出てなかったと思うんですよね。それをかん、まあ、なので、スタミナ食っていうのはちょっと問われる流れにはなりましたね。なるほど、うん、で、そうですね、まあ、実際問題、その西のラブウィンクよりも2番手に本当は花を切ると予想されていた、パーソナルハイというか大きくあのバテてしまったっていうのはそういうところにもあったと思いますよ、うん、はい。でスターズオンアースはね、その前走の桜花賞に関してはそれまでいっぱい負けてる馬たちと対、ね、が出てきたの中での勝利っていうのはかなり珍しいって話をしましたよね。赤松賞はナミュールと、パーソナルハイに負けてて、フェアリーステークスはライラックに負けてて、クイーンカップはプレサージュリフトに負けてて、みんなに負けてる馬たちを桜花賞で全部逆転したと。ただそれが、うん、この逆転とか珍しいという話をして、で普段先行してる形よりも指す形が良かったんかなとかいろいろ思ってましたけど、単純に前走でめっちゃ強なってたっていうのは言えると思います、今回の勝利を見てもね。で、まあ、ただね、そのルメール騎手のコメントを見るとポテンシャルが高くて、忙しいマイルで勝って2400で楽勝っていうのは、アーモンドアイと同じっていうコメントありますけども、2400の方が1600よりは合ってたっていうのは今回言えると思いますね、これね、うん、はい。まあ、もちろん間の 2000m 全く問題ないし、まあ、でも本当先ほど繰り返しになりますけど、こんだけ有力馬に負けまくってる三冠馬とか出たらめちゃめちゃ珍しいですけどね、そんなんね、うん、あんまり、ね、あんまり例はないと思います、そういう、うん。まあ、実はオールフェーブルも最初の方は負けてたんですけど、ただあの馬の場合は気象とかがいろいろありましたから、そうですね、うん、そういった意味では別にスターズオンアースってそういうところが別にないのに、言ったら決め手のライラックの例えばフェアリーステークスなんてぐるっと回ってきただけで負けてて、本当力の差を歴然と見せつけられるような負けやし、赤松賞だってナミュールにポーンと切れられて全然太刀打ちできんような3着でしたから、それを考えるとこの短期間での急激な力をつけぶりというのはちょっと半端ないですよね。そうですね、うんうん、2着のスタニングローズはね、確かにこれも2400で良さが出ましたね、まあ、確かにその前走あんまりこの馬ってその超一戦級相手にすると瞬発力勝負では分の悪いところは見せてたんですけど、まあ、前走のフラワーカップで1008をこなしたっていうのは確かにあるんですけど、2400でこういうしぶとさを見せるっていうのは、まあ、内枠から好意を追走してうまい競馬をしたっていうのは確かに言えますけど、でもスタミナがなかったらこのまま2に粘り込めませんからね。先ほども言いましたけど、スローペースになって距離負担がすごい軽減されるような流れになってんだ、話は別なんですけど、そうじゃないですからね、 ある程度スタミナが要求されるミドルペースの流れになってるわけやから、普通に後位からなだれ込んだじゃなくてスタミナを持ってることを証明してるんですよ、うん。で、まあ、瞬発力とスタミナがあるところを見せてくれたってコメントしてるけども、瞬発力よりもスタミナの方が強調できます。3着のナミュールはもう東京での切れ味っていうのは先ほども言った赤松賞でも思う存分見せてるわけですから、今回の内容を見るともうちょっと短い距離の方が良かったやなと思いましたね。私はやっぱりナミュールとか全然頭あっていいと思ってましたから、うん。まあ、ただね、その、レースでは力むシーンがありましたけども、桜花賞と比べれば随分と良かったと、うん、折り合えば距離は保つということが分かったってコメントしてるけど、まあ言ったら間の 2000m、中華賞は今も京都ずっと工事してる間っていうのは中京ですから、直線長いコースですから、そういう直線の長いコースっていうのは、まあ言えばナミュールとかには合いますからね。そういった意味ではちょっと楽しみ、 2000m の秋っていうのは全然楽しみじゃないですか。そうですね、4着のピンハイはめちゃくちゃ渋い馬ですね。そうですね、体重今回もついに402までなったんですけど、うん、いやすごいですよね、4着に来るってね、めちゃめちゃすごい馬ですね、この馬ね。秋になって40キロぐらい増えてきてほしいですよね。そしたらもう全部逆転する可能性あるんちゃいます？
もう秋の秋はもうプラス40期待ですよこれ ね, ね、うん、40で出てくることできたら全部倒してもおかしくないですこれ。そうですね、いや めっちゃ強いと思いますよ、うん、まあ、今回、そうですね、うん、今日は折り合いすぎなぐらい抜群でしたと、まあね、2400に距離伸びても全く問題なかったですし、いやこんだけ本当走るんであれば体重増えてくる、このこっからの休養が本当に楽しみですよね。もう増えれば増えるほどいいと思いますね、うん、だってね、そのあ、森さんちょっと待ってください、やばい、週刊誌阪神ですわ。あ、ほんまですか、それやったらちょっと厳しいです。あの阪神は、はい、今見ました、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、阪神は内回りコースなんで波にとってはマイナスですね、まあ、ただ、ピンハイにとってはピンハイは阪神でずっと走ってきた馬で、まあ、この馬ももちろん直線の長い方がいいけど、まあ輸送の短い距離になるっていうのはいいと思いますね。問題はそのどんだけの体重を増やせるかってことですね。そうですね、まあ、もうほんまに40ぐらい増やしてきてほしいですわ、ほんまに。だってまずね、あのピンハイの4着の評価したいっていうのは、5着の、プレサージュリフトっていうのが、もうこれもよく話す話じゃないですか、いつもの話、東京にも量跡のある馬を倒してるわけですから、うんうん、プレサージュリフトっていうのは、もう重賞東京で勝ってる馬を、初めての東京で、逆転したっていうのは、これはやっぱすごいですよね。そうですね、ピンハイエグいですね、うん、ちょっと秋が ほんま今後は楽しみですね、これね。はい、ルージュエバイユ、今回ね、私あの2400に距離が伸びたことでもっと前半の位置取り良くなると思ってましたけど、全然いけなかったですね。まあレースのコメントを見ると、友がついてこないので最後はバラバラな走りだった、それで6着まで来れるんだから力のある証拠、夏を越して体が良くなってくるなら楽しみな馬と、まあこちらもその成長を言ってますけど、まあでも現時点で、うん、もうちょっとな、ちょっとやっぱ位置取り悪すぎると思いますねこれね。アートハウス7着ね、調教からバランスの難しい面を露呈していたが、それが出た競馬だったと、現時点では精一杯の走りというコメント出ましたね。まあ、ただこれ、秋、秋華賞阪神の2000というのは早稲田草賞勝ってる舞台、まあ、ただねこの馬は早稲田草賞勝ってますけど、直線がない方が絶対いい馬なんで、阪神の2000で実績はあるけど、阪神の2000がいいかって言われると何とも言えないですね。うん、なるほど、はい、強力な先行馬とかがいたらあんまり良くないからですね、やっぱ瞬発力を生かしたい馬なんで、そこの辺が今後 の課題になってくると思います。まあ、西野ラブインクはあんだけ大逃げかましてね、8着に粘ったっていうのはなかなかですよね。正直その前走の1008でもちょっと長いかなと思って見てましたけど、あ、なるほど、スタミナ面結構豊富なんやな、逆にこの馬こそ秋も秋華賞とかで大逃げしたら面白いんちゃうかなとかちょっと思いますけどもね、はい、うん、エリカビータ返し馬がすごく良くて、勝てるチャンスがあるぐらいあると思わせるぐらいいいコンディション、それでこんだけ負けてしまったっていうのは正直力差ですよね。でもね、その後に G1 の厳しさがいい結果を厳しさでいい結果が出ませんでしたが、 G1 を勝てるレベルの馬ってかなり褒めてるんですよ ね。ただまあ、うん、さっきも言いましたけど、結論的にですけど、フラワーカップ、フローラステークス組はボロ負けですからね、みんなね、うん、ちょっとそこはレースレベルはどうなの、シンシアウィッシュ土曜日飛んでしまったのどうなのっていうのはちょっとありますよね、はい、うん、ベルクレスター2400かなり、ね、魅力的やと思いましたけど、距離的なものなのか、体力の差なのか、勝負どころで、スターズオンアースに離されてしまったというコメントがあります。ちょっとね、もうちょっと2400で良さ出るかなと思いましたけど、意外に出ませんでした。それは11着に負けたライラックも同じですよね。現状の走りだと少し2400は長いというコメントが出てます。ちょっとこの2頭に関しては2400かなりいいと思ってだけに、ちょっと私は残念な結果でした。サークルオブライフ、スタート出遅れたのは確かにありますけども、まあ、ゲートであれだけ待たされてしまって突進してしまったというコメントがあるんですけど、まあ、それにしても走らなさすぎですよねこれね。ちょっと、嫌な負け方ですよねこれね。まあ、ソダシンのね、去年負けた時もね、これも先週の月曜日に喋りましたけど、ソダシもデビューから、ソダシはね、デビューから1008連勝したじゃないですか。それで札幌に再ステークス買って、はい、どう考えてもあの時に、あ、オークスの、黒船で重い芝向きやし、オークスは向いてる馬やなとか思われたけど、でもそうやって思われながら、でも戦力でめちゃくちゃレベルの高いパフォーマンス残してたから、その1期の2400の距離延長どうなんかっていうので壁にぶつかったじゃないですか。これもちょっと言えるんですよ、はい、
サークルオブライフも、もう阪神ジュベナイルフィリーズの前から調教師は距離が延長というものを言葉にしてたんですけど、それでもその中で戦力でこんだけ濃い内容を残してたってことは、まあ、初めての距離やからみんな同じ条件なんですけども、一気の距離延長はやりすぎたっていうのはちょっとあるんですよね。アドマイヤグローブとかこのレース飛んどるんですよ、一番人気で。 あれもそうなんですよ。あとで考えたら2400なんか楽勝ですわ。それは血統的にも楽勝やし、あのエリザベス女王杯とかでも構想してねえから楽勝じゃないですか。でも戦力から24の一気の距離延長っていうのがやりすぎっていうパターンは本あのあるんですよね、やっぱね。まあでも全馬が同じ王道、私文章にも書きましたけど、王道で来た馬っていうのは戦力までしか使ってない馬多いですから、そう考えたらみんなが同じ条件やから何も言えないんですけど、っていうことですね、周りはね。なるほど、はい。オータンナビレランもね、ゲート出遅れてしまったら痛いですけど、まあ、これは2400は明らかに長すぎると私は思います。以上ですね。はい、というわけでたくさんお話いただきました。あの、はい、リオンさん、スミリオンさんが敗因は老けという話もある。なるほどなるほど、うん、ちょっとその辺また判明したい、もうするかどうか注目したいですね。なるほど、老けやったら全く走らんのもね、まあ、分かりますから。あ、なるほど、その辺のニュースちょっと楽しみにしたいと思います。情報ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですね、はい、はいはい、というわけで、以上第83回オークスの回顧でした。